皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。バーチャルマジックショーアシスタントがある小原しつしこです。今ですね、火山の近くにこういい感じに降り立てないかと思ってリセマラをしてたところ、どうもね天候が霧っぽいのでスタートしてみました。うまいこといけばパーツがね集まるんじゃなかろうかと思うんですけれども、これなんて言ったらいいのかな。天候霧って言ったらいいのかな、なんて言ったらいいのかわかんない天候ですけれども、まあなんかいい感じの天候って言ったところでしょうか。晴れじゃないからね、晴れじゃないから可能性はあるよなと思って、ちょっとかけてみたいところですね。まあなんで火山リセマラをしてたかって言ったら、前々回ぐらいからずっと言ってるあれですね、アイテムね、20秒以内に10個取るみたいなやつ、あれを達成するためにね、火山の入り口を全部開けまくったら取れるんじゃないか説っていうのでね、チャレンジをしてたところでございます。まあいい感じに天候が暗くなってくれてるのは嬉しいんですけどね。一番は夜が出てくれればね、確定みたいなとこありますからね。夜ほどね、なんだろう、パーツの集まりやすさってないですかね、本当にね。なんか パーツほぼほぼ確定で出てくるんじゃないかってぐらいに出てきますからね。霧だと何なんだろうな、本当にな。霧っていうか若干夕方っぽいですよね、見た目的には。朝焼けって言ったらいいのかなこの天候が何なのかわからないですけど。そういうことでですね、今さっきもずっとエクセルとにらみっこしてたんですけど、空いた数が74個になりましたね。74個結構いい感じになってきたんじゃないですか。なんか今日、収録、天ぷらそばだ。収録してたら、ダイナブレード、火事、メテオか。メテオはもう夜済みっすね。いい感じじゃなかろうか。今日収録してるだけでね、10個ぐらい空いてますからね、本当にね。やったぜ、と思って。メテオ落ちてこられると困るな困るな、そこそこ強化を図ろうと思って今日も来てるので。今あと5分か。2分も到達してますからね。そろそろパーツ、ぼちぼち探しに行かないといけないかなと思いますけどね。よいしょ。この辺りあるかな？なさそう。なさそうな時は上に行きましょうか。メテオどこに落ちてるんだろう。でかっ。目の前にメテオ落ちてましたけど。でっかっ。サムネ候補っすね。あ、やべ。やべえです。サムネ候補と思ったけど。サムネ候補ですわサムネ候補っすわ。よいしょ。レインズだな。レインズはもう乗る必要ないんだっけな。レインズは、あ違う、ウィリーバイクだから、いるじゃん。レインズ、ウィリーバイクに乗ってレインズを壊すだから、レインズ乗っといた方がいいですね。でもなんか死にかけだなこの機体。まあいっか。乗らないように乗った。いやマジで死にかけだなあまりにも死にかけすぎる。ちょっと待って、今日、回復をしてあげないといけないかな。この段階でウィリースクーターを見つければ、それは、ウィリースクーターじゃないよ、ウィリーバイクを見つけていればいいんですけど、見つからなかった時のことを考えるとちょっと怖いな。誰かね、痛みつけに来たら終わりですからね、そこでね、試合終了っすよ。なんかさっきからいい感じの赤コンテナがめっちゃ落ちてきてくれるな。ここら辺の赤コンテナワンチャンありますかね。なんもない。よいしょ。パーツを探しに来たんですよ、パーツを。パーツを探しに来たんですよ。今んとこ見当たってないかな。一個も見当たってないのはそれはそれでですね、本当に。森の地下にも行ってみましょうか。ラミオン取っとこう。これで若干、いいとこにトマトがあった。よしトマトは取っといた方がいいっすね。本当にトマトがないと、やばい。ちょっと待って。ルインズ。おー、危ねー。乗らないで落ちたらもう機体探すのに一苦労ですからね、本当にね。よいしょ。誰もいねえっすね。あれはコンテナマジでねえな。いい感じの位置にコンテナがない。これは没試合の可能性がワンチャン？街の地下も見てみましょうか。赤コンあるかな。赤コン。
そういえばね、前回の収録でね、私ライバルリンチってつけてる項目があるんですけど、あれが全部埋まりましたね。ライバルリンチってどういうことかって言ったら、ライバルを痛めつけるやつなんですけど、あれがいい感じに全部埋まってくれましたね。っていうことなので、本当にあとアイテム回復系と、街で何かを破壊するみたいなやつぐらいかなと思うんですけどね。シティだとあとコンテナを壊すとかもありますけどね。以上。あとこう重さを取るってね、重さを取るのが大事。ないなぁ、いいなぁ、ないなぁ。よいしょ。何回で、ね、回復エリアを使い切るっていうのもね、前回やっとで、ね、やっとで、ね、達成できたので、あれもうけもんでしたね、本当にね。いやー、乗ってよかったドラグーンって感じでしたよ。ドラグーンの使い方それでいいのかって感じでしたけどね。よいしょ。お重さが結構出てくれてる印象。重さを取っておきたいね。せっかく始めてね、特に何も置かずに終わるっていうのは寂しいですから。無視だったら何か開けたいですからね。3分か。3分でもうパーツ見つけるのやべえな。いや、まあ、見つからないと思うから、ミリーバイクを探しつつ、重さを狙いに行く感じかな。その方針の方が良さそうですね。旋回見えたような気がした。旋回なかったですね。よいしょ。重さ、重さ。よいしょ。ここか。ここは弱いとはないんですけどね。うん。せっかくだったら違うものが欲しいな。攻撃もな。攻撃取っておく必要性あるのかな。何のマップが出るかっていうのも分かってないですからね、そもそもね。何が出るかっていうのがまだ予告が出てないのかな。あれパーツっぽい。いや、まあ今からパーツはちょっときついぞ、さすがに。さすがにそれはきつくないか。よいしょ。今何の動きしたカビちゃん今何の動きした。これ絶対パーツだと思うんだけどな。が、あ、パーツだね。ドラグーンですね。ドラグーンか。ドラグーン前回使ったんですよね。じゃあ、まあ、彼女なんとなく女の子っぽいイメージがあるから彼女って言っちゃいますけど、彼女のおかげで、まあ、なんとか取れましたからね。1個ね。乗ってよかった。1個どころじゃねえよ。回復エリアも彼女のおかげだよ。2個ですよ、2個。重さが2つ出た。よしよしよし、いいぞ。ターボスターに乗ってる輩がいますね。よいしょ。はい。特に何もなし。収穫なし。帰る。あとは？チャージも一応取っとくか。タオルに越したことはないかな。よいしょ。ほい。あ、チクった。でも重さがあった。おおさん、おとりゅう。あと攻撃がある。といや、なんかやたらと出てくる印象がある、あの偽物アイテムが、そういや、あんまり出てないような感じですね。あのイベント、なんかクソイベって呼んでるんですけど、なんか割と結構な頻度で出るイメージがあったから、あ、出ないのなんか意外だなって思いました。廃屋があったぞ。廃屋の中の赤コンテナって意外と怪しいんですよね、ああいうとこにあるやつ。てかめっちゃ攻撃取ってる判定だよな、これ。ワンパンで壊れてくれて、おぉ。おぉ、ドラグーンですね。ハイドラが出ないところを見ると、ハイドラが出ない試合かな？なんか、逆にハイドラが希少価値が高いマシーンになってきてしまったな。あんだけハイドラ先生がいっぱい出れてくれてたんですけど、最近はもうドラグーン先生ばっかりですね、本当にね。ドラグーンちゃんの時代がやってきてますよ。かといって、速さを求めて損はないようだ。あー、2が空いてほしいなー。これ2が空いてほしいなーと思うんですけどね。てかめっちゃ速くない？本当に。こんな速いっけ？この機体。こんな速いっけ？あ、重さあったぞ、重さ。重さあったから取り入れるんですけど。重さ、重さ、重さ。重さがあるよ。重さ取れなかったよ。重さ取れなかったよー。最高速が上にあるのは取ってもいいけど、旋回が見えましたね。旋回そんな取ったっけな。そんな取ってないような気がする。どっちかというとうまさの方がワンチャン狙えるような気がするんですよね、今の状態だと。赤コンがある。でもこの赤コンは多分コピー能力なんだよな。ですよね。コピー能力なんだよな。またドラグ乗っちゃう。ドラグ乗っちゃいます。せっかくだったらこのまま行きたいような気がしないでもない。せっかくだし、ここまで強化してるし。まあ見つかったら乗るぐらいの勢いでいっか。見つからなかったら乗らないみたいな。
まあ、このままだと見つからなさそうですからね、普通にね。よいしょ。重さねえかな。重さ探してるんですよね、さっきからね。重さずっと探してて。よいしょ。ある?飛行か。重さが欲しいんだよな。お、なんかいろいろ出てきましたね。大構造。うわぁ。加速むさかった。重さが欲しいんですよ。重さ、重さ。重さ、重さ。重さがないの?重さないの?本当に。重さないの?これは?このコンテナは?よいしょ。あとか。体力いらないっすね。重さがないの?重さ、おばさん、よしよしよし、取れた取れた。これでワンチャンゼッコになってないかな。さて、来た。ゼッコになりましたね。よかったよかった。ギリギリ。あー、またね、読んだ。カットしましょう。めっちゃ早いわ。やったー。ということで、なんやかんやで始めてよかったこの回ですけれども、いかがだったでしょうか。少しでも面白いなと感じていただけたのであれば、チャンネル登録、高評価で応援していただけると嬉しいです。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。バーチャルマジックショーアシスタントガール、小原すすしこでした。次回もよろしくお願いします。さようなら。